よろしくお願いします。お兄さん、お兄さん、漫才じゃないので。 申し訳ありませんす、この前に、議論か月に出演しておりまして、<laughs> ですから今、今は漫才じゃございます。あそうですか、皆さん、カメラとか<あ>いっぱい持ってはるんで、あそうですね、<laughs> あの私、あまり状況を飲み込んでおりませんで、申し訳ございません <laughs> あの、先ほどご紹介していただきました、アートプランナーということ <laughs>、えー、岡健太でございます、あの私はですね、ずっと言いました、コレクターとしてですね、アート作品を所蔵、まあ、したりとかしておりまして、それでですね、いつの間にかあのアートトークをしてくださいとかですね、そういった依頼がございまして、えー、それでまあ、まあ、約30年ぐらいです かね、えー、いろんな美術館であるとかギャラリーであるとかそういったところでトークをさせていただきましたそして、えー、今回ですね、えー、吉本この映画祭でございますけども初めてアートウォーンというのをですね設けさせていただきました、えー、それのプランナーとして、えー、私今回ですけどもあのいろんな京都の場所でですねアート展示をさせてきました いいいたただきたいと思います、えー、まずですねホテルアンテルーム京都というあの九条にあるんですけどもねあのそちらの方にホテルがございましてそのホテルでですね皆さんご存知の「空耳ミミアワー」ですね「空耳ミミスト」という、えー、安はじめさんでございます安はじめさんとあと言葉のアーティストあの例えば紙袋に「ですね万引きするで」って書いてフランスで見ないと配ったりとかですねフランス人は全くわからないじゃないですか日本人だけ見てたら「あの人万引きするで」っていうような形のそういうまあ非常にブラックユーモアがあるような作品とか。 むわーっとしたです、ね、なんとも言い,い味の作品を作っておられる市原寛子さんという方がいらっしゃいます、えー、そのお二人がです、ね、あの昨日搬入しましてで今日も搬入しておりますそして明日が初日でございますもうあの私が言うのは何でございますけど素晴らしい出来でございます。 パッと見ただけですね、ああ、いいなと思えるような、どなたでも楽しめるようなアート展示がですね、えー、そちらの方にされていると思いますので、ぜひとも、明日があの6時からレセプションでございます。えー、よければ皆さん、えー、お越しくださいませ。えー、その後になるんですけども、アートはですねこういった方で先行企画としてですねいろんなところで展示をさせていただいております。ア、えー、アクとというこころがあります、えー、こちらは京都、えー えー、私立芸術大学ギャラリーアクアというところでございましてここはですねあの3つの、えー、ギャラリースペースをお借りしております。 1一つは鉄拳展でございますもう皆さんご存知パラパラ漫画ですね、えー、鉄拳軍の展示をさせていただきます、えー、そして1つですけどもね、えー、今回やっぱりアート映画と来ておりますんでね映画の上映でございます、えー、宇治茶監督先ほどあの出演されましたけど宇治茶監督の「ですね燃える仏像人間」という作品を上映させていただきます、えー、もう1つなんですけども先ほど、あのー、説明がございましたけども ファクトリーというのがありましてそれはまあ公募展でございますねそれをちょっと意識した展示でございましてタイの子どもたちの少数民族の作品展というのをさせていただきますこれはあのタイの少数民族の子どもたちが日本式の版画を使ってですね、あのー、作品を作っていただいたものを展示させていただきましてそれを販売させていただきます、えー、そちらの方は NPO を通しましてですねあのその子どもたちのそういったことをされている団体の方々に寄付をさせていただきますこれが、えー、13日間 から21日のこちらの方の展示になっております、えー、こちらが9月の、えー、アート部門の展示になっておりますそして10月になりますとですね、えー、ここからコアの週が始まりますつまり映画とアートというものが同時に始まるということになっております、えー、まず皆さんいつも出入りしてありますあのー、日常ずっと 使ってはると思いますが京都駅でございます、えー、京都駅の地下の通路があるんですけどもそこであの田村悟さんというですね鉄のアーティストの、えー、方がいらっしゃいましてその方が大きな字で鉄で「愛」という字を書いておりまして「愛マシーン」といいます。それがですね 愛にチェーンが絡んでおりましてこの愛がうまいことこう絡むわけでございますね我々としてはそこはですねあの写メのスポットにさせていただきたいなと思っております愛が絡む愛マシン京都愛であればカップルがそこで愛をそこで語り合うそしてその頃はまあ,あのハロウィンでございますんでハロウィンで皆さんでね愛しい愛しい人たちとしどっか行きましょうとかそういうものすべて要素を含めて作品を展示させていただきたいと思いますこちらがえ京都駅の方の展示になります、えー、次はでですねなんと博物館の方でも展示させて いただきます京都文化博物館というところで、まあ、いろんなあの今はです、ね、宇宙兄弟展ですかね、えー、そちらの方をしておるんですけどもあの6階に和室がございましてそこで松井千恵さんという映像作家がいらっしゃいまして今現在あの横浜トリエンナーレというところで,ですねあのドローイングの作品を展示されてるんですけどもキャンバスと、えー、その方のプロシャというですね、えー、大原美術館のところにある有林荘というところがあるんですけどそこで上映した作品を今回あの京都でも上映していただけるという ことになりましたそれとインスタレーション的にあのストロークのところにいろんな作品を展示させていただくというのを1819に10 18月のさせていただきます「えー、イキビル、えー、文化博物館」そうきまして、えー、いろんなところの場所の展示があるんですけども意外とこれは私えっと思った場所が京都市役所でございます、えー、今日はあの副市長の、えー、来られていただきましたけども京都市役所の前ではですね 大きなあのモニュメントといいましょうか、ですねジャイアントトライアンというのを作りにあった矢野部健二さん、先ほどあのあの出ておられました、矢野部健二さんというねあのあ、あとで出てくるのかな、矢野部さんはね、矢野部健二さんと、えー、明和電機さん、えー、そしてですねあの石橋義正監督というこの3人のコラボ作品が、えー、市役所の前で展示されます。その後になんと 大魔神が来るという、えー、つまり旧、まあ、と新の巨人同士のこれから京都を良くしていこうというですね、アート作品でございます、えー、大魔神はですね渦政商店街にあるものをこちらの方に移動させて展示をさせていただきますそして18日の日にはあのパフォーマンスをさせていただきますそのパフォーマンスをですね、えー、石橋監督に演出をしていただきまして明和電機さんのいろんな器具を使いましてですね、えー、楽しいショーができればと思っておりますそれはまた後でちょっとお話は伺えると思います えー、そのほかにもです、ね、いろんなところの展示がございまして立成小学校というところに立成小学校あのちょうど三条と四条の高瀬川のところの沿いにあるんですけどもそこでは吉本のタレント。 まあ、うちのタレントたくさんいるんですけどタレントの作品そしてあの、まあ、もちろん鉄拳展ももう一度させていただきますそれに、えー、ニューヨークに今現在いてるカオルコさんの作品であるとかですねあとみのりさんという女性がいらっしゃるんですが神田みのりさんの作品であるとか、えー、それとなんとですね今回海外からもですねベースマンさんという方の作品を、えー、展示させていただくことになりましたそして切り絵のまなみさんという女性なんですがこの方の作品も展示いたします、えー、その他ですね淀川テクニックさんというゴミを作品にしている 作家さんがいらっしゃるんですけども高瀬川がですねなんと今年できてちょうど400年なんです。 えその400年にその淀川テクニスさんが大きな魚の作品があるんですけどそれをですねジェシとも展示させていただきたいなと思っておりますそしてこの中で、えー、今回京都のやっぱり伝統工芸というお話がございましたその伝統工芸のいろんな方々とアーティストのコラボ作品というのを今回企画をさせていただきました、えー、皆さん、まあ、伝統工芸といいますといろんなものを思い出されると思うんですけども例えばですねあの昔からああるんんんですけど皆さんあんまり英語 京都にあるのと思ったもの、例えば魔教というものでございます、それは何かと言いますと、イエス・キリストの時代に、み絵の時代に、鏡をこう太陽に当てると、イエス・キリストがバーンと映って、えー、やってた時代の鏡でございます、それは京都に一軒しか、日本に1軒しかございません、えー、そこでワークショップ、えー、させていただいたりとか、あと立星小学校でいろんなワークショップを、えー、お手元にある資料でさせていただきます、そして、あのー、先ほどです、ね、実す言いましたら、生公平氏とちょっとお話をさせていただきまして、そちらの方にはまだ書いてません。 先ほどちょっとお話をしましてひょっとしたらこれはあのできるのではないかというちょっとお話をさせていただきました何かと言いますと名和浩平氏とあの関東圭介氏という方がいらっしゃいまして、えー、この2人がお庭を作ろうという話になりました。 これも現代美術から見たお庭という、それをですね先ほどちょっと縄洪平氏とお話をさせていただきましたら、えー、それができるような形でこれからちょっと考えていきたいと思いますという嬉しい、えー、お言葉をいただきました、えー、これはですね現代美術ファンにとっても縄洪平氏がですね、庭に挑戦する庭の作品をもしお作りになるとなったらこれかなり話題になると思いますのでいわゆるインスタレーション的な、あのー、作品に なると思います、えー。そういったことでまあ立正小学校そちらにはクリエイターズファクトリー、えー、募集しました作品の方も、えー、飾らせていただいたりとかですね。あとメディア芸術祭のものもあの展示をさせていただいたりとか、えー、そういったあの方向でですね作品の方はあのやっていきたいと思います。まだまだですねまだ発表できないこととか、えー、そういったこととか、はい、ほとんどあの言っていただきました。えなですか？言い過ぎなぐらい言っていただきました。 時間分で間に合いましたかでもさっき庭作るっていうのは新情報やったんで今の本当とに新情報ですよこれは確かでございますんでねまた詳しくおさらいをしておきますのでまだまだしゃべるためにさっきええ声だけ出して帰って見てくださいありがとうございましたどうもありがとうございました